しら。マーガレット、どうしたんだ？私の猫がどこか行っちゃったみたいなの見なかった？あの子じゃないわ、ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンスよ。さっきまでうちにいたのに。猫扱いされるまま話が進んでる。困ったわ、もし帰り道が。わあ、相変わらず親切だな。用事があるだろう。サラとチャールズの件で急いでるんだから、先にジンのところに行こうぜ。あら、ねえ、ん？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫を探してもらおうとジンのところに行く途中だったの。なあ、猫探しまでジンにお願いするのか？あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッツテールに来たら一杯おごるから。ど、おい、仕方ない、猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。だったか、すまない、少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか？なあ、確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。なるほど、モンドのためにご苦労だった。依頼は確かに受領した。すぐに。お、頼んだ。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃ、これで失礼するな、ジン。ジン？おい、ジン、どうした？ジンの様子は？大丈夫だよな？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから。はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分のことはいつも後回しなんだから。こういったこと実は初めてじゃないんだ。そうだ、旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ？団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない？そうでしょ？それはそうだけど、正式なセピロス騎士がいるんだから、オイラたちの出る幕じゃ。ジンの仕事ってすごく多いから人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか？
ん？なんでもない。じゃあオイラたち行くから。お前さん方待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れるな。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これくらいは当然さ。そうだ、お礼の他にも。その通り、話が早くて助かるぜ。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、すでに代わりの手配は済ませてあるけど、ジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところがあったら手をかけ、モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も安心できる。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。それよりお前も手伝え。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろと準備が必要でね。仕方ない。確かサラとチャールズとマーガレットだったよな。ああ、よろしく頼む。またな。あの猫、君の猫だったんだ。吟遊野郎、お前も手伝いに来てたのか。手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン。ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だから
いつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは銀融詩人の小さな秘密さ。うん。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。お願いね。リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。あ、そうだ、この魚はリトルプリンスの大好物だから持っていけば何かと役立つはずよ。もうアンソニーお兄ちゃんたちに迷惑かけたくない。あと大根スープも。リトルプリンスは黒猫よ。商業へ。見てらっしゃい。見たことのないものがあるよ。警戒心が強いな。このま後ろから近づこう。そっとだ。足音を立てないよう体を低くして。オイラみたいに飛べないの不安だったら魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたくの湖で取れば大丈夫だ。さあ行くぞ。出発するね。あ、アンバーだ。もしかして依頼の件かな。あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。ヒルチャールの討伐はこの偵察騎士に任せて。ああ。サラさん、どうしたの。安心して、偵察騎士の実力は本物なんだから。ごめんなさい、実力を疑ったわけじゃないの。お店のオーダーがあまりにも多くて、ちょっと今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理を準備することに。いいの？お手伝いしていただけるんですか？よかった、あなたは鹿狩りの恩人です。あれ、私の見せ場が取られた気がする。じゃあこの新しいオーダーはあなたにお任せしますね。まずは。でも旅人、大丈夫なのか、料理の味とか。そこは気にしないでください。これは鹿狩りの名誉に関わる戦いです。あれこれと襟好みはいたしません。戦い。それじゃあスイートフラワー3つと鶏肉3つお願いしますね。そう、早く準備してください。アンバーさんもお願いしますね。ここで。どおお。
リトル。ちょ。まだだな。思ったより警戒心が強いんだな。鉄を打つコツは汗だけだ。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素近くでもう一度探してみよう。次はちゃんと